はい、始まりました。増田幸のどこでも行きます。パーソナリティの増田幸です。30分よろしくお願いします。はい、ということで9月に入りました。いやー、まだちょっと暑いなと思うんですけど、ちょっと今日暑いかなと思ってこの格好で出てきたら若干寒かったかもしれないなっていうちょっと失敗をした増田幸でございます。はい、よろしくお願いします。はい、この番組では女優として活動する私増田幸がどこにでも行き何にでも挑戦するという番組です。国内外問わず増田幸が行きたいところに行きたいように行くをモットーに各地で撮ってきた動画をお送りするバブリーな30分番組となっております。はい、ということで今回5回目の放送となっているのですが、ですね、今回は特別版ということで、ちょっと今までは日光鬼怒川の映像を毎回放送してたんですが、今回はちょっと違う、はい、映像を見て皆さんに見ていただこうかなと思っております。でこちらの番組ですね、メールが送れます。メールwarop.co.jp というメールアドレスにメール送っていただけると、こちらの放送中にもしかしたらメールが読めるかもしれないので、よかったら皆さんメールを送ってみてください。よろしくお願いします。はい、あとね、最近ちょっとイベントをやったんですけど、結構このワロップの放送の声がちっちゃいっていうことがちょこちょこ言われたんですけど、もしかしてちょっとイヤホンで聞いてない方はちょっとできればイヤホンして聞いていただけると、もしかしたら聞こえやすくなるかなと思います。はい、それでも聞こえなかったらもうちょっと頑張ります。私の声量の問題かもしれないんで、もう今日でめちゃめちゃ近くにマイク置いて喋ってるんで聞こえてますかね、大丈夫ですかね。はい、ちっちゃいかったらもうちょっともう音量を上げてくださいよろしくお願いします。はい、ということで一旦 CM に行って、CM に行きますが、CM の後も最近のお話とかしつつ動画を見ていただこうかなと思っておりますので、それでは一旦ね CM に行きたいと思いますと思った意外と秒数がまだあった。あと5秒はい、結構今回面白い動画になってますので皆さんお楽しみに。では CM です。はい、増田幸のどこでも行きますをお送りしております。はい、まあ、今回新しくちょっと違う映像を見ていただくんですが、まあ、その前にちょっと最近あったことをねちょっとお話ししたいなと思ってるんですが、まあ、最近断捨離をしまして、はい、もう30-40着45リットルのゴミ袋4袋分ぐらい服を捨てまして、いやーすごいすっきりしました。もう夏物も冬物も全部一気に捨てまして、でもう結構タンスからはみ出ててもうどうしようかなって思ってたんですけど、もうかなりすっきりして全部収まるようになりまして、いや部屋がもうなんか服が山のようにこう積まれてたものが今なくなって、すごい気持ちがすっきりしてます。はい、これでね次の涼しくなった時期にちょっともう多分それも山積みで暑苦しい感じが部屋にあったんですけど、それがなくなって今ちょっと部屋に涼しさが出てきてすごい快適で、ちょっと皆さんもね断捨離やってみると結構気持ちいいんでね、しかもなんか、まあ、冬にこれからね、まあ、まだ全然夏ですけど、まあ、これから冬に向けてちょっと冬服も新しいの買いたいなと思うからこそちょっと服捨てなきゃなっていうので大幅にというか、もう本当すごいびっくりしたんですけど、小学生の時から着てたズボンとかが出てきまして、さすがにもう穴も開いててボロボロで、なんでこれ取ってあったんだろうって思ったんで、もうそれも全部一気に捨てたんですけど、そんなものまで取ってたんだっていう驚きが今あって、はい、ちょっともう多分意外とタンスの底からそういうもの結構出てきますから、結構こんなものが邪魔してたんだってもの結構あるんでね、もう皆さんちょっとタンスの奥見てください。結構 まだいたんだこれみたいな服とか結構出てきますんで、よかったらね皆さん断捨離やってみてはいかがでしょうか。はい、あと最近ですね、まあ、ちょっと撮影映画の現場に
はい、行ってきまして、まあ、12月に、はい、から情報がいろいろもっと出てくると思うんですが、まあ、遠藤一平監督作品の一つの空という作品に、はい、参加させていただきまして、結構久々の現場だったんですけど、いや、やっぱ楽しいなと改めて思いました。なんかこういう放送もすごく好きですけど、まあ、映画とかお芝居するのってやっぱ楽しいなっていうことをなんか久々の現場でやっぱ思いましたね。いや、もっといろんな現場行きたいんですけどね、なかなかね、今もうこれがね大変だなと思ってあのフェイスシールのこういうのが大変だなっていうのはすごく、まあ、いろんな人のなんかツイッターとか見るとやってて、なんかやっぱ厳重にやらないと良くないとは思いつつも、なんかやっぱこれあるとお芝居しづらいよなって思って、でもまあちょっとあれ やりながらお芝居するのもちょっと興味はあるんですけど、ちょっとそういう現場にね入れるように頑張りたいなと思います。ということで、最近のお話してたらもうお時間となってきたので、はい、ではあの新しく作った映像を見ていただきます。それでは見てください、どうぞ。こんにちは、松田由紀です。今日は渋谷駅からスタジオまでの道のりを紹介したいと思います。では行ってみたいと思います。まずこちらに行ってください。交番ですね、交番がありまして、でスクランブル交差点が目の前で、はい、今下場からまっすぐ道を歩いてきまして、本当このまままっすぐ行くとニートルが、こっちがパルコの方になっておりまして、こっちには行かずまっすぐスタジオに行くまでに3つスタバを通ります。ここ2ポイント目なので右手にタワレコが、ここからあと3分ぐらいで到着です。こちらがニトリでございます。3つ目のスタバが現れましたが、もうほぼゴールです。どう、ま、車のナビだったら目的地周辺ですというぐらいの近くまで来ました。なかなかこんな身近で見れる横断歩道を渡りまして、
メンバーです。なのですごく開放感があって、ね、お写真もだいぶ雰囲気がこことここでもまた雰囲気変わると思うのでね、すごくかっこよく写真が撮れたりするのかなと思います。これここも閉めていいのかな？ね、結構ね日をカット、日差しカットしてくれるので涼しいですね。全然違う雰囲気が、レレがちょっとなんかいつもと違う雰囲気の演出ができるのかなと思います。あとこちらに実はちっちゃいベランダがあります。風もすごいあってすごく涼しくて、まあ、なんかこうちょっと外感のある感じもあるので、ここもまた違う雰囲気の感じで写真が撮れるのかなと思います。こちらがコンクリートの端になってます。なのでこの窓と全然雰囲気がまた違って、かっこいいおしゃれな感じになってまして、ここの部屋の広さが約30平米となっております。吸音ボードとなります。音を吸収するボードとなってまして、まあ、なんか映像とか流すときに、まあ、あとレッスンとかそういうときに、まあ、これを壁とかに置いたりすると、まあ、音吸収するので、一応一応しっかり見てる人に伝えるっていう練習するときに吸音ボードがすごく大切なので、はい、そういうものが揃っております。あとこちらトイレです。でね、ここもまた雰囲気違うので、写真撮るときこんな感じで、またコンクリの打ちっぱなしとか、窓の感じ、また違う雰囲気で撮れていいんじゃないかな。これも一応撮影機材になってますので、はい、詳しくはホームページの方を見ていただければなと思います。はい、ということでスタジオの紹介をしていきました。いろんな、ね、パターンで写真が撮れたりとか、あと吸音スポンジ、先ほど紹介したものがあるので、まあ、ミニシアターとか、まあ、あとお芝居の練習とかにもすごく向いてるスタジオなんじゃないかなと思います。ということで皆さんのご利用ご予約お待ちしております。はい、ご視聴ありがとうございました。増田由紀でした。はい、見ていただきありがとうございました、はい、今までちょっと日光鬼怒川の動画だったんですが、今回はちょっとスタジオを作りまして、はい、撮影スタジオなんですけど、まあ、その撮影スタジオに行くまでの道のりを紹介する動画を見ていただきました、はい、結構ね映像見てもらえるとちょっとあなるほどってなると思うんですけど、まあ、渋谷と原宿の本当間ぐらいのところにあるスタジオで、すごく綺麗で、なんかいろんな撮影にも使えるかなと、私の撮影会とかに来てくださった方はもう行ったことある人多いと思うんですけど、 あの場所かってなると思うんですけど、まあ、今後私撮影会とかもやっていきたいなと思ってまして、あそこで撮影会をね開催していこうと思ってますので、皆さんちょっと撮影会、あと私じゃなくても撮影会とかそういうのちょっと興味あるなっていう人は、あのスタジオちょっと使いたいなっていう人は方はね、ぜひ使っていただければなと思います。私のツイッターからスタジオのツイッターアカウントがフォローされているので、そちらから飛んでいけると思いますので、まあ、あと放送後にちょっとツイートもしますので、よかった興味ある方はぜひスタジオ使ってみてください。よろしくお願いします。はい、とそしてですね、まあ、今回、まあ、スタジオができたって紹介もあるんですけど、この度 YouTube を開設しまして、はい、今日ですか、ちょっと前に、はい、第1話が動画がアップされます。はい、ついに動画が上がります。チャンネル登録してない方はね、これからチャンネル登録してもらって、
あといっぱい視聴者の方に見ていただければね、あのいっぱい視聴率なんていうの、視聴回数が、はい、増えればね、もっと多くのいろんな私を知らない方まであの映像を見てもらえると思うので、皆さんあの宣伝もよろしくお願いします。はい、 YouTube、はい、作りまして、今ちょっとどこでも行きますという動画をね、いろいろ上げていってはいるんですけど、まあ、別にそれ以外でね、なんかあげたいなって思うことをいろいろ考えてるんですけど、まあでも今趣味がねゲームなんで、まあ、ゲームの映像とかもちょっとあげれたらいいなとも思いますし、あと何がいいかな、最近結構 YouTube 私自身も見てるんですけど、最近一番多いの猫動画が多すぎて、猫の映像撮ってます、猫飼ってないしなっていう。だしあと誰だろう、なんか結構ドッキリ系やってる人とかも結構見るんですけど、でやるか、私がドッキリを仕掛けるっていうのをちょっとやりたいなと思ってます。誰をドッキリに仕掛けるかちょっとまだ考え中ですけど、友人の女優の子とかにちょっといろいろドッキリ仕掛けたいなとは思って、そういう動画もね もしできたら上げていきたいなとは思ってるんですけど、まあ、なんかこういうのやってみてっていうのがあればね、ぜひ私のツイッターとかにねこうあのご意見ください、よろしくお願いします。あともうそういえば今9月で、まあ、この日光鬼怒川に行ったのがもう半年ぐらい前なんですけど、もうそんな経ってしまったんだっていうのがびっくりと、結構ねだいぶ記憶が薄れてきて、あの、まあ、今回のこういう動画系は覚えてたりするんですけど、結構私家族との旅行とか行った記憶はあるんですけど、何したかの記憶が結構曖昧になることが多くて、なんか写真見たりするとあそこ行った、あそこ行ったわみたいな感じになるんですけど、なんか結構忘れること多くて、ゲームとかもこうやって今日いい感じに調子いいわって言って次の日になると急になんかボタンの配置忘れちゃったりとか結構あの忘れることが多くて、まあ、悪い意味で言うとなんか忘れすぎるっていうことあるんですけど、まあ、いい意味で言うとなんかあの、まあ、悪いことも忘れられるんで気持ち切り替えて新しい朝を迎えられるっていうところはちょっと自分の中でポジティブに考えているところなんですけど、はい、なんか今回半年 も前のことで、でもまあ多少映像見たらああそういえばこういうのあったわって思い出すこともあるんですけど、結構覚えてることもあって、まあ、今回ちょっと第1話をねもう一度皆さんに見てもらって、あちょっと気になるっていう方にぜひ YouTube でもう一度映像を見ていただけると、2話3話とこれからね YouTube でもアップしていきますのでね、ちょっと見ていただければなと思っております。はい、ということでですね、はい、もう一度再び第1回目 の映像を見て、第1回目うわなんか鼻にくしゃみが今ちょっと失礼放送中に今鼻くしゃみが今ね、はい、ちょっと今くしゃみが今出そうで出ないあ危なかった、あびっくりした、失礼しました。はいはい、ということで第1回目のはい動画を皆さんに見ていただきたいと思います。それでは皆さん見てください。やってなかったできました思うんだけど、今日は8時集合っていうことだったんですが、まだゆきちゃんは来てません。はい、遅刻です。あ、違う。で、ゆきちゃんから LINE が来ない、まだ来ません。あ、来ましたね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あの、遅刻です。すいませんすいません、あの初っ端からすいません遅刻です。遅刻ですし、もう
道間違えて迷いまくっていつも、ね、メジャーにいつも歩いて任せたら道分からなくなってめちゃめちゃ言い訳じゃないですか。はい、言い訳してます。焦った、なんか階段がないってなって聞きつつ楽しい旅になればなと思います。本当にノープランです、ね、ノープランでもう何起きるか分かんない。旅するときは、旅行するときは東さんは予定全部ギチギチに決める人？いいえ。あ、いいえ決めない人？決めないです。ゆきちゃんは決めます？全く決めないです。一緒じゃない？ その瞬間行きたいとこに行くしかないのか。メンダコだ。これがやりたい。何が出るか。ああ、いいじゃんいいじゃん。これ何？もう財布1持ってきてない。小銭ない。小銭がない。やります。何が出るかわからない。本当に何が出る。これからね、はい、試す回します。吸って、はい、おや、キノコ、うん、マジかキノコ出た。ちょっと待って、上がない。何なのこれ。結構重いし、ちょっと微妙な、すげえ微妙な、よくわからない微妙な、ちょっとあれでしたね、反応に困る。使えないかもしれない。この人いない、カメラいないところで食べ物買う。いや、だってどっか行っちゃうんだもん。どっか行っちゃうから、ちょっと豚まん買いました。はい、お腹空いてテンション上がらないからもう買いました、はい、いただきます。食べクマが、おいしい。うわ、ゆきちゃんの顔ぐらいあるんですね。降りちゃいました。来ましたよ、東照宮。日光東照宮に来ました。イエイ、これが違いますよね。なんか痛い寒さがない、うん、すごい。そういうのはね、大体分かりますよね。文化、重要文化財。読む？うん、読めるかな。慶安3年、過去1650年に若狭大浜藩主文城だっけ、文城なんだっけこれ、元年1818年4層から鎖で吊り下げられ、下端自責から
全然漢字が読めない。浮いている。木造漢字が全然読めない。近くねえかだから。さっきから思うんだけど、取れてないでしょこれ。でも当たってんだよなちょっと。設定。はい。こちら持って、はい。持って入りますよ。はい、見ていただきありがとうございます。ということで、もうこの番組もお時間になってしまいました。はい、ここで告知をさせてください。まずですね、写真集が、発売したいと今頑張って編集しておりますのでね、もうしばらくお待ちください。ツイッターとかで、ね、告知すると思いますので、もう少々お待ちください。あとですね、9月19日から27日まで、品川のインギャラリーというところでですね、私の友人の川口エリーさんという、はい、絵を描いている方がいるんですけど、その方がボディーペイントをした人、モデルの人たちがボディーペイントをして、でそれをこういろんな人たちの絵を描いて写真撮ってアップ、その個展をやるっていうのに私もモデルとして参加させていただくことになりまして、9月19日から27日の間に品川の、はい、ところで写真が、はい、飾られますので、もしお近くの方とかちょっと空いてるなって思う方は、ぜひ興味がある方はぜひ見に来ていただければなと思います。私も見に行く予定なので、もしちょっとね行ける日が分かれば皆さんに告知したいと思っております。あと YouTube が第1話が、はい、動画アップされてますので、そちらもチェックしてください。あとインスタとツイッターをやってます。はい、結構毎日頑張って更新することを最近は目標に頑張ってますのでね、ちょっと見ていただければなと思います。あと、まあ、映画も、12月に、まあ、公開とかのいろんな情報がアップされますが、遠藤一平監督の一つの空という、はい、映画が公開になります。まあ、多分12月までとりあえずしばらくお待ちください。はい、まあ、他にもねいろいろ告知することがあればインスタとツイッターにね書いていきますので、そちらの方のチェックをよろしくお願いします。ということで、もうあっという間にお時間となってしまい、皆さん見ていただきありがとうございました。次回はですね、9月の21日の月曜日18時半から、はい、また生放送していきますので、皆さん次回もぜひ見てください。メールも今回読めなかったんで次回読みたいと思いますので、皆さんたくさんのメールをよろしくお願いします。ということで、見ていただきありがとうございました。ではまた次回、バイバーイ。